こんにちは、ジャムです。今回は、初めてファイティングソウル動画撮ると思います。ということでね、ファイトルバースデーガチャ、初回無料分、来ておりますので、引いていこうかなと思います。はい、ということで、まぁ、ちょっとね、ピックアップ選んでいきましょう。まぁ、これね、ピックアップいつもの通り、まぁ、ファイトルバースデーモードになってからじゃないと意味がないので、選んでもしょうがないんだけど、選ばなきゃいけないから引いてるんだよ選んでるんだよと、そういう感じですね。まあやっていきましょう。はい、おいおいおい、ちょっと待ってね。ここは、ゴンザレスとアーニーでいいかな。で、装備ですね。こちらもまあ適当に選んでおきましょう。で、最後にこれは一歩と、ボルグさん選んでおいて、はい、じゃあ引きましょうかね。いきます。さあ、まあこれはね、ちょっと無料分を引いた後が本番みたいなガチャだと思うので、まあ無料分では何も出ない可能性の方が高いし、追撃する予定はないので案の定何も出なかったっすね。ポイントだけ、稼がせてもらうようなガチャになるかなというところですね。はい、まぁ、ちょっとやっぱりね、何かしらキャラが出ないと寂しくはあるけど、8万剣石で追撃はさすがにできないからしょうがないね。じゃあ、まぁ、強化していきましょうかね。上限解放する。あ、その前にガチャ引いたら、もらえるやつは今回はないのか。はい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 。じゃあ、まぁ、これでいいのかな。あとは、主人公の装備、方ですね。こちらが強化できるから、していきましょう。 OK、 レベルが3つ上がる。そうだね、まあ、今回はこんなもんかな。ファイソルバースでね、まあ、リリース日、月リリース日というべきか、今年からね、なんか始まったんだよね。毎月、18日をファイソルバースデーとして、なんかガチャを引かせてくれたりしますよみたいなやつね。はい、というわけで、まあ、今回は、数値のみの強化ですね。キャラは新しくは出なかったけど、レベルが多少上がったので実戦総合力、1.175 超まで来ましたね超がまだ言い慣れないわってとこかな。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。以上。